はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、多分これが投稿されてるのが5月11日だと思うんですけど、明日からですね、明日のまあ11時45分だったっけから、柱稽古編がまあ始まるということで、今回はいこちらですね、じゃん、柱稽古のキャラクター全員のはずなんだけど、はい、柱稽古でまあ稽古をしてくれる、キャラクターたち、全員を一応出してみたんですけど、それ VS 上限の1から、まあちょっとこれ玉は最後ですね、1から、6かに、この要はこのキャラクターたちをやって、上限たちですね、上限で柱稽古のキャラクターたちでどこまでいけるのか、それを今回やってみたいなと思います。 もちろんその国士棒までいけるとは思ってないです。国士棒まではさすがに無理だと思うんだけど、まあその柱稽古の限界値、そのキャラクターたちはどうなのか、で炭治郎、善逸、伊之助、加納ちゃん、玄也ももちろん、柱稽古編で出てたんだけど、そこ入れちゃうともうほぼいるみたいな、煉獄さんと渦井さんがまあ抜けてるみたいな感じになっちゃうので、それだったらなんかね、炭治郎、善逸、伊之助、かなおちゃん、まあ、玄也、まあ、玄也とかなおちゃんは別だとして、まあ、かまぼこ隊の3体は基本的にどの編、章っていうかね、その無限列車でもいるし、遊郭でもいるんで、まあ、ちょっとそれは柱稽古っていう感じではないのかなということで、今回は本当に柱稽古に出てる柱、そちらでちょっと、戦わせてみたいなと思います。これ大丈夫だよね、誰か抜けてないよね。なんかちょっと心配だな、なんか終わった後あのよくあるのよ、無一郎いませんでしたよとかよくあるから、ちょ本当に気をつけないといけないです、そのあたりは。多分大丈夫、大丈夫だよね。いや、大丈夫です、いきます。では、はい、ということで久々に鬼滅の刃のキャラクターたちになるのかな、ちょっとあの柱多めでいきましょう。多分多分上限の方が早くまあ生き残ることが多いので、ではいきます。忍さん VS おう海学さん、さあ海学さんはまあでも忍さんとだったら多分、あ、そう、あとごめんなさい、これやばいです、皆さんこれ、なんとなく今分かりました。はい、なんとですね、今回これ最強のもう動き、呼吸が2倍呼吸の出す頻度が2倍、そして火力も2倍になってるモッドを入れております。これやばいでしょ、この動き。だから今までと違うんですよ、これバージョン 1.16.5 なんだけど、ヘルモードよりさらにちょっとやばいんですよ、これ実は。あの前そのなんだろう、鬼滅の刃ベリーハードモードっていうねのがあったんですけど、それにさらにモッドを入れております。あのその要はモブのその攻撃速度とか火力を上げるっていうモッドを入れてるので、もう海学がやばい動きしたりするんだよこれ。いや、これでだいぶちょっと変わるんじゃない、これで鬼滅 VS なんかてか、鬼殺隊 VS 上限やった方が良かったかもしれないけどね。まあ、せっかくちょっと柱稽古あるんで。いや、これ面白いぞ。では行きます。はい。いや、動きがもう、全然違うわ。今までにない動きをされている。じゃあ明日あたりちょっとこれで戦わせてみようかな。この最強の。まあ、呪術 VS 鬼滅でもいいんだけど、ちょっとそちらも明日ちょっと出したいと思います。これいいモッド持ってきたわ。いや、前、あの、オルカ様の方でももちろんモッドあったんだけどね。それにさらに加えたって感じですね。手を加えた。もう史上最強の、今までで多分最強、一番強いと思います。これで呪術戦わせて、でもね、問題ならバージョン 1.16.5 しか、このモッドなかったんですよ。この要はモブキャラの動きを上げたりとか、要はあの、オルカ様がよくやってくれたら、ベリーヘルモードのさらに、追加バージョンができるっていうのがね、バージョン 1.20.1 がなくて、残念ながら、ちょっと、最新の呪術回戦のキャラクターとは戦わないんだけど、でも、あの、呪術回戦のキャラクターの、がこんな感じの動きをしてくれるんだよ。五条先生とかさ、多分さ、バージョン 1.16.5 の頃って、そのオルカ様ってバージョン 1.20.1 になったから、おそらくなんだけど、紫の頻度を多分減らしてるというか、多分そんなポン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 紫が、あの、出るような感じじゃなくして、なくしたと思うんですけど、でも、あの、バージョン 1.16.5 の場合は、あの、多分ポン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 紫出るんで、いや、すごいすごいすごい、ほら、このモッドだったら、なんと、牛太郎に対して、ギウさんが、戦い相手ます。一人で牛太郎を倒せる可能性が出てきてる。これはもしかして大どんでん返し来るんじゃないか、すごいすごい、ギウさんすごい、セーセールテーン。そう、やっぱり鬼殺隊はね、その血筋術も強いんだけど、やっぱり呼吸強いからね、鬼殺隊に関しては。で、特にギウさんなんてセーセールテーンバカ強なので、なんとギウさんで海学と牛太郎を煮立てしました。さあ、しかしこれ、この増悪点、とんでもなく強いです。その理由としては、ずっとこれなんと、雷出し続けます。あの、ただでさえ増悪点って、あの、ずっと出し続けるキャラクターなんですよ、この雷をね。あの、だから
ほら、もう分かると思うんだけど、ずーっと呼吸続けるんだよ。ずーっとこの雷の攻撃やってる。で、しかも、増悪点は火力がとんでもないお化けなので、ここから全てが変わる可能性がある。今どこだ？今どうなってんだ？え、どこで戦ってる？あっち？ここ？え、どこにいる？今。え、待って、倒したか？いや、まだいる？まだいないね。いない？いや、いる！あ、向こうにいる。ちょっと待って。ダメ、それ、ちょっと！バリアブロック貫通しちゃうんだけど、これどうすればいいんだろう。え、今、増悪点、え、全然食らってない。ちょっと待って。これさ、ちょっと待って、増悪点ちょっとあれかも。いや、でもありにしないといけないけど、これどうしよう。ちょっとバリアブロック貫通しちゃうわ、これ多分、風で。増悪点の風によって、多分向こう行ったりとか、やばいんじゃないか、これ。カンロイさん倒して。まさかの、増悪点一人で、増悪点一人で全員倒す。あれ、ま、あれれれれれ、ちょっとこれ増悪点、あれか、そうか、前もさ、ベリヘルモードの時もそうだったわ。なんか増悪点禁止だった気がする、これ、ベリヘルモードの場合。もう絶対ダメージをなんか与えられないという、与えられるけど、火力がおかしすぎるみたいな、そんな感じだった気がするな。まずいよ、これ。これ待って、結局増悪点で、なんか姫島さんまで行くみたいなことやめてね。頼むよ。やばいよ。いや、でも、カンロさん頑張ってる。カンロさんかなり頑張ってくれてる。さすが、いや、全然、待って、やば。増悪点？いや、でも今回はそのままやりましょう。ちょっと企画がちょっとぶっ壊れちゃってるかもしれないんだけど、まあでもちょっと今回はね、もう、これが、ちょっと、せめてバリアブロック外して、そうだね、こうしよう。この広い空間でちょっとやらせていただく。増悪点が、なんだこれ、化け物だろ！これはチートだわ！チート、もうこれはダメですね。増悪点さ、ダメです、あなた、あ、ちょっと待って、これ、刀鍛冶編でやったらとんでもないことになりそう。増悪点入れてやる。ちょー、待ってくれー！これは何なんだ！何が起きてるんだ！もうやられちまってない！まだ多分風に飛ばされただけだった。増悪点は強いかもしれないけど逃げないで。そう、逃げずに戦って。大丈夫。勝てるから。白塚さん頑張って勝てるから、お願い。いや、これは。あー、もう、まだいる。こんにちは。待って、これ。ダメだな。これは、ちょっと次回、ちょっとこれ、あれですね。今までも強かったのが、さらに増悪点が強くなっちゃったんで、これは、ちょっと次回、禁止にします、増悪点。はい。ちょっと強すぎるので、増悪点、禁止でーす！マジか。さあ、姫島さんも、もちろん呼吸2倍だから、どうだ、姫島さんからなんかさ、これずっと常にほら、技打ち続けるから、姫島さん強いのよ。結構姫島さん強いから、そうね、防御力もなかなかある。増悪点は倒してくれるんじゃないか。増悪点倒せば、ほらずっと見て、ずっとガングの肌を打ち続けてる。ほら負けてない。でも何にも一つ欠点がある。見えない。皆さん見てるの楽しいかな、これ。大丈夫、みんな楽しんでる。いや、みんな楽しんでる。何が何だかわけわかめとかいうコメントをやめてね。うん、そういうのは嫌い。なんだこれ、ちょっと私とんでもないもっと持ってきちゃったかも。分かった、やったー、やったよ、勝ったよ。でも勝ったけど、もうボロボロなんだよな。もうなんかもう増悪点だけでほぼなんか何盾した、今6盾か、そんぐらいしたんじゃない多分。忍さんは改革が倒して、で、義勇さんがまあほとんどやられてたとして、まあ5盾ぐらいしたのかな。で、さらに、姫島さんに、ほぼ致命傷を与えたということで。いや、でもこれほら、ちゃんとガン君の破壊だから、これ増悪点いなかったらもっと面白い戦いになってたかもしんない、これ。そうだね、ほら、だってさ、赤座の体力をちょっと見てもらったら分かるんだけど、ほら、姫島さん一人で、まだ体力なんか50ぐらいしか食らってないのに、もう赤座は半分ぐらい食らってるので、やっぱりこの鬼殺隊自体はやっぱりなんか強い気がするな、これ。強いぞ、姫島さん強いぞ。で、こっからあざが発動し、まあ、でもさすがにさっきボロ雑巾にされたので、いくらなんでもといったところだ。しかし、142まで頑張ってる。姫島さん、こっからまさかの大逆転あるか。こっから国士まで倒すというこの未来ありませんね。いや、ちょっとこれは、もし、まあ、この増悪点がいなかったらっていう世界線もちょっとやりたいから、今度は鬼滅の刃のキャラ全員で、まあ上限 VS、まあ上限っていうか、鬼側 VS 鬼殺隊っていうのもちょっとやってみたいと思います。で、あと、何より一番やりたいのが、呪術廻戦 VS、増悪点も入れての、この、鬼滅の刃のキャラクター、そちらもちょっとやってみましょう。だから、始まりの剣士より一もなるし、ムザン様もいます。バージョン 1.16.5 なんでね。はい。なので、ちょっとよかったらね、そちら見ていただけたら嬉しいです。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。明日からちょ、柱稽古編めっちゃ楽しみ。早くちょっと、明日待機しとかないと。それじゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。